あ、こんにちは。フーガ協会の田代です。今日は、一番大事なことを忘れていたなぁと思うのが、まずフーガの作り方ですよね。フーガ協会とか言いつつ、何にもフーガ作ってねえじゃないかと。で、これ、考えたんですが、これから私が、一からフーガ作りますんで、その工程を、まず、何回かに分かれると思うんですけども、それを見ていけば、あ、こうやって作っていくんだっていうのが分かると思うんですよ。で、目標はまずここまで作ること。まずここまでが、展開、再建部というところになります。で、じゃあ再現部まで、まずは再現部まで作ります。ね、基本ね。フーガーは、最初は、その、ああ、これ定時部か、ごめん。定時部まで作ります。定時部っていうのは3世の場合は、3世すべてがの声部に、ちゃんと主題が出揃うまでのことを言います。今これ棒が下向きなの分かりますか？これね、これほら、あれ？あ、これか。あれ？これでもね。あ、消えちゃった。本当に。あ、今上向きはね。なんか変だな。スイッチ入ってねえのかな。スイッチ入ってねえや。ごめん、パソコンのキーボードがスイッチ入ってなかった。まずここまで作りましょう。まず、旋律を、作ります。で、やっちゃいけないことは、旋律を作る上でやっちゃいけないことは、バッハ大法の、フーガ協会においてはありません。普通のフーガの本には主題は1オクターブを超えてはいけない、それから無駄に長くてはいけないっていうルールがあるんですけども、これは1オクターブ余裕で、ほら、レからソまでいって余裕で超えてるし、あと1、2、3、9小節もあると。でまあ、こんな違反してるんですけども、そんなのどうでもいいんです。ね。書けばいいんですよ。で、ここまでが主題ですと。で、主題まで書いたら、時間大丈夫今。4分。あと5分だけどね。時間まで書いたら、これこっそり押してるよ。これこっそりね、こっそり。フーガって、次5度上がるだけでしょ。主題が。つうことはさ、
そういうことはだよ。そういうことはもう俺が考えることって、あとはもうこれしかないよね。楽をすることだよね。ここから、ここまでを、コピーします。そして、これ上向きだよね。これも、あれ？下向きになってるな。下向きになってるんだ。あ、そっかそっか。あ、そうだよね、そうだよね。下向きになってるってことは、アルトから始まってるんだね、この曲はね。で、これをコピーして、貼り付けます。その時に特殊な貼り付けで、セーブに貼り付けるんだけども、不備が上向きのセーブっていうのは、1個目のセーブってことね。そういうことはこうなるわけよ。ね。これを追い、まあ、この第一主題のケツ、あ、違う違う違う。第一主題をこれから変形するんだけども、まあ、変形してはね、変形してないよね。そのまま、コピーしたから。で、こっから5度上げりゃいいんでしょ。あれ？あれ？なんか上がんないな。絶対これもそうだ。スイッチが入ってない。ほら、入ってないもんね。だから聞かないんだよね。なんでこうなってんだ俺は。ね。で、そうすると、通して聞いてみると、ちょっと今おかしかったね。ね、つながったでしょ。コピペでできるまでできるのよ。これね、ちゃんとうまくやれば。できる。で、そうすると、展開部の大体、1回目と2回目はもうできましたっていう感じ。ここまで楽ちんでしょ。ね、コピー&ペーストで5度ずらせばいいだけだもんね。こうやってまずは主題から作っていきます。で、あとは対旋律は、ちょっと時間なので、対旋律作るときはまた別なことがあるので、それは別、その時に説明します。で、用意しておいてほしいものがあるんですけども、この2つ、このガバンか、このガバンか、まあ両方あればなおいいですね。このガバンをぜひ用意してください。使えますんで。では、この辺で。今日はおやすみなさい。また続き言いますので。次は対旋律です。対旋律これ使ってね、やるんで、またよろしくお願いします。じゃあ。